今野四次郎3月9日から1977年12月19日は、日本の労働運動家、政治家、元衆議院議員、日本共産党政治局員、幹部会員、初期局員などを歴任、山形県西沖多摩郡荒戸町出身、旧制山形高校を在学中、社会科学研究会への参画が発覚し、方向処分となる。 山形高校中退後18歳にして単身上京し、東京高度労働組合向こう島支部などに席を置く傍たら、1929年日本共産党へ入党。同年モスクワで開かれたプロフィンテルン第5回大会に日本代表として加わる。ソ連から帰国すると、1931年には党中央委員として地下活動を行う。 当時の共産党は、非合法政党ゆえ3.15事件や4.16事件など、関係からの弾圧が強まっていた時期であったが、今野は岩田義道らと共に、風間城吉を中心とする新指導部を立ち上げる。しかし、翌年治安維持法違反で検挙、懲役12年に処せられる。農民運動を主導しながら1947年には政治局員に就任するが、 1950年6月にレッドパージにより公職追放となり、7月に団体登記制令違反で逮捕状が出たことにより地下に先行。地下に先行したコンロは所管派と行動を共にし、密出国の形で中華人民共和国に渡航。北京機関のメンバーとなった。帰国後、 1964年から1970年まで東京都委員会委員長につき、1967年東京都知事選挙における革新都政誕生に力を尽くす。この間1966年には幹部会委員及び初期局員となる。1972年の衆院選で東京一区から出馬し初当選を果たす。 再選を期して1976年の衆院選に挑むも落選。議員時代の1976年10月には、本会議での矢野淳也衆議院議員に対する不規則、発言、反響の犬、犬が吠いているが、懲罰事犯にかけられたが、審査未了廃案となる。1977年12月19日、心筋拘束により、 東京都新宿区の東京女子医科大学病院で死去。67歳。ありがとうございます。